はい、どうも、こんにちは、ケンジです。本日ですけども、スニーカーレビューの動画になります。その前にですね、これ、キッズで、パッチワークシリーズみたいなの買ったんですけど、なんか、めちゃめちゃ似合わない、パジャマ感がすげえ出るので、これパジャマでしか着れないなぁ。これどうやって着こなしてるんでしょうね、ロニーファイグさんというかキスのスタイリストさん。これ僕が着ると完全にパジャマなので、これで歩けないな。もうちょっとサイズデカめが良かったかな。ちょっと失敗。そんなことはね、良くてですね、今回ね、僕が購入したスニーカーなんですけども、最近発売されたものではございません。ツイッターとかね、見ていただければね、ストック X で買いました。そう、久しぶりのストック X 購入だったんで楽しみとなっております。今回ね、僕が買ったスニーカーはこちらです。はい、じゃん。もうこの箱でほとんどの人がわかる。エアーフォース1というわけでね、エアーフォース1、通常の箱です。エアーフォース1って言ったらね、まあ、いっぱいね、種類あるわけですよ。そん中でね、僕はね、今回ね、もう衝動買いしてしまったね、一足はこちらになります。じゃんじゃんじゃん、ナイキエアーフォース1、プエルトリコになります。はい、こちらプエルトリコ買っちゃいました。こちらのモデルなんですけども、2005年になんか一般販売されまして、それの復刻だそうです。こちらのモデルね、微妙に高い。なぜ高くなってるかと言いますと、なんとね、プエルトリコの国旗が反対になってるそうです。プエルトリコの国旗はこちらなんですけども、僕が買ったね、こちらのプエルトリコのね、終端にあるね、国旗はね、こんな感じ。はい、反対というわけでね、もうびっくりするようなミスですね。逆にこれはミスったっていうよりも、そういうデザインっていう感じで押し通せばよかったんじゃないかなって思うんですけども、こちらは先行販売された分だけしかね、なんか販売されなくて、あとは通常販売の方は販売が中止になってしまい、結果的にはかなり数が少なくなってしまった一足という感じになります。結構これ狙ってた方は多いのかなって思いますね。なんか普通にどっかのオンラインショップ、海外のオンラインショップ、サイズかどっかで普通に販売されたっぽいんですよね。だから普通に日本の方でもこちらを持っている方はいらっしゃると思います。数自体ね、そこまで少なく作る予定ではなかったっぽくて、割と数は多めに作ってたらしいんですけども、生産中止というか、まあ販売中止になったことで数が結果的に少なくなっちゃったっていう幻の一足になりますね。こちらは2005年にも発売されており、今回復刻というわけなんで、レアっちゃレア、そういう意味でのレアっちゃレアっていう感じの一足です。ストック X で購入したんですけども、関税がね、8000円、高すぎ、関税高すぎ。ストック X でもうスニーカー買えないぐらい関税がもうベラボーに高いんで、ストック X を使う人は気をつけてください。これ日本ではなかなか購入することが難しい。まあ日本だったらもう関税込みでも日本の方が高い場合もあるので、そこら辺はね、調べながらやってみてください。このモデルね、誰だっけな、なんかスニーカー芸人のアントニーさんとかがすごい欲しがってたのかなーってなんか聞いた気がする。どっかで聞いた。まあ、そこまでちょっと情報が頭の中に入ってないのであれですけども、確かにアントニーさんとかはこちら欲しがったっぽいですね。とりあえずね、このプエルトリコ、多分ね、欲しがってた人も割といるんじゃないかなっていう一足なので、購入を考えた、ね、方のね、購入意欲を盛り立てるためにね、細かいところレビューしていきたいなと思います。それではこちらをどうぞ。はい、という感じでね、こちらプエルトリコの方を開封していきたいなと思います。箱は普通のエアフォース1の箱ですね。まあ、ラベルがこういった感じになっております。ちょっとボロいですね。まあ、海外クオリティって感じです。おそらくこちらのモデルは偽物はあるかもしれないんですけども、そんなになんて言うんだろうな、生産コストをかけてまで作るスニーカーではないと思うので、あまり偽物は出回らないかなと思います。とりあえずね、開けていきます。じゃん。まあまあ、ここら辺は普通のエアフォースワンですね。はい、こんな感じになっております。まあ、まずね、こちらストック X のタグになります。偽物はめちゃめちゃあるので、これはあんまり参考にならないんですけど、まあ一応ストック X で購入したのでこちらついております。全体のディティールとしては、まあやっぱりエアフォースワンでしっかりしてますし、かっこいいな。綺麗だよね。ああ、なんか全体的にマジで綺麗。配色がすごい僕はこれ好きだなと思ってて、白のボディの部分のここの感じと中のこの紺の部分がすごいマッチしてて上品ですよね。プエルトリコちょっと行ったことないんですけども、こんな上品な感じなのかな。ここの感じとしましては、キスとかキス AF1 みたいなふさふさな感じじゃなくて、もう普通のエアフォース1にこの色の配色されているっていう感じですね。とてもこのネイビーと白の部分がすごいかっこいいです。で、このプエルトリコ、ここのね、国旗の方は間違えてない
そうです。ここの赤ね、赤と白の国旗のこの部分がやっぱりアクセントになってるっていうのが非常にかっこいいですね。エアーの部分もネイビーだし、アウトソールもネイビー、ヒールのここの部分がナイキエアーって書いてありますが、ここが赤になっておりまして、赤、白、ネイビーのこの3色のやつがちゃんとこのボディの方にね使われているっていうのはすごい考えられている一足だなって思います。頭部分にはこういった感じのミニスーツが縫われていまして、ここもやっぱりアクセントの一つとなっております。写真で見た時ね、これマジねかっこいいと思った。ミニスーツをね、まあ、ここら辺とかここら辺とかここら辺とかやるの最近流行りなのかどうか知らないですけど、めちゃめちゃかっこいい。インソールの中にはこちらのねカエルがね描かれているんですけども、こちらのカエルね、プエルトリコの文化において重要な動物であり、国獣として扱われているカエル、コキコヤスガエルのグラフィックがプリントされているそうです。まあ、されてますね。日本でいうツルみたいな感じなのかな。こういった感じでカエルが描かれておりまして、もうプエルトリコ満載のねスニーカーになっております。ただ残念なことにね、こここのシュータンの部分なんですけども、こちらのシュータンの部分がなんとね国旗が反対なんですよね。観光の画像をちょっと載せておきますけども、これがちょっと反対だったっていうことが決め手となり販売が中止になったそうです。まあ普通に考えればね、国旗を間違えるってかなり失礼だからね。普通に考えるとね、アメリカとかに逆に間違えたらどうなのっていう、エラー品だと思っていたらもう全部が全部エラーだったっていう感じですね。まあかなりもったいないですね。これだけやっぱりエアフォースワンの中でもすごい完成されている一足なので、これが販売中止になっちゃったっていうのはもうかなり残念な一足ですね。木がやっぱり綺麗、この刺繍がやっぱり雑な仕事を一切してないので本当にかっこいいな。これマジでね飾っておくにはねもう本当に十分かっこいい。そこもうこれ多分プエルトリコ全員に配った方がいいんじゃない、ちゃんとここ直してっていうぐらいね、本当に作りとしては素晴らしいかな。よくエアフォースワンってね安いんですけども、エアジョーダンと違ってなんかね完成度割と高いかなと思うんですよね。ムラがないというか、プエルトリコのこちらに関してはかなり数が少ないので、そんなに雑な作りは全体的にはしてないですね。なんかオフホワイトみたいな感じに本当に雑な作りは一切してないので、画面上から見てるだけでもなんかここ変だなっていうところはあんまり見かけないですよね。そんな感じでね、もうかなり完成度は高い一足なので、まあちょっと販売が中止になっちゃったっていうのは個人的にはかなり残念な一足ですね。まだそこまで値段も高くないので、関税とかそういうのをね計算しながらね買ってみてください。はい、こんな感じになります。皆さんどうですかこのプエルトリコ。刺繍とかはかなり美しいし、ネイビーと白のバランスが本当にかっこいいですね。ここの先ほども言ったミニスウッシュ、ミニスウッシュの部分とかももう本当にかっこいいね。最近はエアフォースワンのコラボのモデルがちょっと増えてきたかな。生産が終了するのかなんかだよね。めちゃめちゃコラボしてるっぽいです。そういう理由でなんかね、キスのエアフォースワンのコラボも背景があったからこそエアフォースワンっていうらしいですけどね、まあ、どうなんでしょう。僕は全然そういうのは裏事情知らないんで、また聞きくらいな感じです。エアフォースワンとかはね加水分解とかほとんどないし、保存としてはねもうかなり優秀な一足なので、コレクションするんだったらまあエアフォースワンは結構賢い選択肢かなって思います。本当にこの白とこのネイビーのバランスっていうのが本当に美しい一足だな。逆でもやっぱり売るべきだったかなと思うんですけど、やっぱりプエルトリコの人からすると嫌な気持ちになっちゃうので、まあそれもそれで賢明な判断だったのかな。ぜひよかったらね、海外だとねそこまで高くもなければそこまで安くもないっていう感じなので、お財布とご相談して折り合いがついたら買ってみてくださいという感じで今回の動画終わりたいと思います。この動画いいと思ったり参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。